怪しい副業、偽レビューはこうして生まれる。そして見抜く方法。よくネットで商品を買うとき、商品レビュー皆さん見ますよね。しかしですね、そこに書いてあるレビューは全てが買った人が書いてるわけではないんですね。その会社に頼まれていい評価をつけてくださいっていう偽レビューがあるんです。しかしですね、これは偽レビューなのか本当の人が書いたレビューなのか分かりづらい状況があります。何お前悩んでんの、バカみたいな顔して。どう考えても偽レビューじゃん。この動画ではですね、その偽レビューの見分け方、あと特徴を紹介したいと思います。まずなぜ偽レビューが増えるのでしょうか。それはですね、偽レビューを書いた人にお金が入るからですね。ありがとうございますっていう報酬として1回偽レビューにつき300円とかもらえる時あるんですね。そんなね、買ってなくてもレビューするだけで300円しちゃうならラッキーですよね。商品側もいい商品と思われるので買われやすくなります。そのため偽レビューが増えてきてしまうんですね。でもですね、偽レビューは規約違反なので気をつけてください。最近はですね、Amazon でも普通に出てきてるんですね。こういうのが大体偽レビューです。もう星5とか連発して、まあ時々ちゃんといい商品で星5がつけてあるやつもありますが、あからさまに変な分だと偽レビューの可能性が高いんですね。それではですね、その偽レビューを見分けるポイントを紹介したいと思います。まず一つはですね、アカウント名が実名っぽい人ですね。その人は偽レビューの可能性があります。なぜ実名を使うと偽レビューなのかというとですね、日本人はですね、危機感が高いので本名を使うのに抵抗があります。なので他の名前やハンドルネームを使う人が多いんですね。あとはですね、実名を利用しているのは日本人っぽく見せるためにするんですね。それはどういうことなのかというと、偽レビューのほとんどを書いてる人が外国人です。あとは他の海外から書かれたレビューなんですね。だから日本人っぽく見せるために海外業者が日本人のような名前を書いてるんですね。でも日本人はそんな本名を使わないので逆効果ですね。あとはですね、レビューの評価が星5と星1が極端に出ている商品は危険ですね。だって星5のレビューを書いた人が全部偽物で、星1に書いた人が本当の人だったら、良くもない商品がレビューを高くつけられたから買ってしまって星1をつけてるということですね。だからゴミ商品ということがわかります。やっぱですね、そういうレビューを見分けるのはまず星1の人を見た方がいいですね。何がどう悪いのかを見てみてください。もう違うものが送られてきたっていうこともあるんでね、そこを見るようにしましょう。しかしその星1をつけている人がただおかしいだけなのかもしんないので、そこは頑張ってください。2、日本語が明らかに不自然。さっきも言いましたね、レビューをつけている人は外国人が多いです。なのでコメント欄にもですね、日本語で書かなければいけません。でも日本語をちゃんと使えない外国人は翻訳ソフトを使ってレビューを書いてるんですね。お疲れ様です。なのでお疲れ様です。大事なことなので2回言いました。コメントが不自然な時があるんですね。例えばこんな感じです。これを見てください。このレビュー、もうどういうことでしょうかね、これ。見た目が可愛い。まあこれはまだ日本人では書くけど。1日で手に入れました。レビュー通り小さくな。はい、もうこの時点でね、もう何言ってんのかわかんないですね。小さくな可愛いものでず。スイッチとの結合部分は少々不穏があるけど、そんなこと言ってる人誰もいませんね。多分不便の間違いでしょう。そして、大した問題でもなく、でもなく、大した問題でなく、私も日本語おかしかった。大した問題もなくでしょ。
大した問題もなくちゃんと使えるので、5星ですとは言いませんね。星5ですね、普通。まあ、そこはどうでもいいんですけど、こんな感じの間違いがあります。こういうところがですね、日本人ではないってわかりますよね。これはアマゾン以外にもあるんですね、その日清レビューというものは。まあ、アマゾンが最近では多いんですが、アプリのストアでもね、こんなのがあるんですよ。見てくださいよ。もうこれ歌ってんじゃん。歌詞書いてるよね。シェイク!もうつける気ないですね。こんなの偽レビューどころか歌っちゃいます。それでね、 Amazon に偽レビューが多いと言いましたが、それでもちょっと見分けるのが難しいという方、この桜チェッカーを使ってみてください。ステマではありません。この桜チェッカーを使うとですね、 Amazon のサイトのその商品が偽物か本物かを見分けてくれるんですね。例えばこの商品だと星5くらいありますよね。まあこれはどう考えてももう偽レビューなので公表しちゃいます。そして桜チェッカーに使うと、あら、とてつもない危険な匂いがしております。このサイトはですね、そのレビューの数とか、あのさっき言った投稿者の名前、あとは日本語の不自然さなどを見て桜チェッカーは見分けてるんですね。だから結構精度は高いです。皆さんも今 Amazon とかで買いたいのがあったら、この桜チェッカーにかけてみてくださいね。絶対みんなこういうの欲しいんでしょ。もしかしたらその商品全部偽レビューの商品かもしれないですよ。そして偽レビューなんでね、買ってゴミが届くことがあります。一番はですね、こういうソフトを使わず自分の目で判断するのがいいんですけれども、やっぱ難しい時もあるので頑張って養いましょう。まあそういう能力を上げる方法としてはですね、まず毎日10分間走しましょう。あとはですね、睡眠もいいですね。そうそうそう、できれば毎日プロテインを飲むことがいいですね。そうすると能力が養われます。気づくとあなたはね、もうマッチョになってますよ。嬉しいでしょ、ほんと。もうアマゾン関係ないよ、いらないもんだって、もうそこまで行ったら。ではですね、この桜チェッカーでちょっと商品見てみましょうか、どんな感じなのか。さて、じゃあモバイルバッテリーで見ていきましょう。なんか怪しそうなやつあるかな。例えばこういうやつですね。このでもこの分布はまあまあですね。じゃあこれを見ていきましょう。このリンクをですね、この桜チェッカーのところに貼り付けます。それで GO を押しましょう。そうするとですね、おっと、これは危険だな。なんと危険と出てきました。価格&製品危険、ショップ情報&地域危険、レビュー&レビュアー。ここはあれですね、外国人が変な日本語を使いながらレビューしてるということですね。 Amazon ではですよ、もうベストセラー1位ですよ。正直 Amazon のベストセラー1位とかは当てにならないです。まあどうしてこういう判断なのかというと、例えばこういう商品の説明欄ですね、なんかおかしなところ、おっとこれありますね。本体充電時は入力ポートまたコンセントをご使用可能です。AC 入力による充電はわずか3時間半で満充電可能で、はい、こういうところからですね、あの桜チェッカーは見分けてるんですね。満蓄電も何でしょうか、満蓄電って。こういうところから見分けています。桜チェッカーすごいですね。ということなんで、皆さんもこの偽レビューに騙されないように生きてください。どうでしたでしょうか。これが偽レビューの見分け方や特徴です。偽レビューはね、絶対この先も皆さんがぶち当たる壁なんですね。それに気づくか気づかないかで損するかしないかに影響が出るので、気をつけて見てみてください。とりあえずね、10分間走、スイミング、プロテイン、これだけは忘れないでくださいね。皆さんこれを忘れるだけでね、アフリカでは1分間に60秒が進むんですね。絶対に忘れないでください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。